田祐馬ハートヒートホップ。皆さんこんばんは、内田祐馬です。内田祐馬ハートヒートホップ105回目でございます。というわけで4月に入りまして、いよいよ11枚目のシングルソルト&シュガーのリリース近づいてまいりました。わーい、4月か、早いですね。1年の3分の1が、経ったというところでございますけれども、さあ今日はですね、配信された感想やミュージックビデオの感想なんかもご紹介してまいりますよ。よろしくお願いします。というわけで早速始めてまいりましょう。今夜も30分、ハートヒートホップ。内田祐馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードの提供でお送りします。内田祐馬ハートヒートホップ。改めまして、内田祐馬でございます。というかで、ここからは近況トークのお話なんですけども、まあやっぱりアニメジャパンがね、はい、私たちの時間でもですね、全部終了いたしまして、今年はそうですね、ステージ数でいうと、2日で7ステージぐらいですかね、話していただいてありがたいですね。というところで、まあそのね、アニメジャパンの後に、日曜日の方ではね、ブルーロックのイベントもあったりだとか、結構盛りだくさんでね、お届けしておりました。まあ皆さんからのね、メールもいただいておりますんで、まあちょっと紹介しながらですね、振り返っていこうかなとか、そんなこと考えてますよ。というわけで、まずは先にじゃあまずね、ソルト&シュガーのお話しましょう。あやかさんからいただいております。ゆうまさん、スタッフ皆さん、こんばんは。毎週楽しい時間ありがとうございます。ソルト&シュガー先行 MV 公開おめでとうございます。 MV 拝聴しました。ソルトさんとシュガーくんの1日から始まる MV で、とてもかっこいいのと可愛いが2度楽しめて美味しい。サビ部分のダンスも塩と砂糖を振りかけている振り付けで可愛らしくて、ライブで一緒に踊って盛り上がりたい気持ちになりました。お気に入りはソルトさんのラップと、最後のソルトさんとシュガーくんが一緒にご飯を食べているところです。ステーキもガトーショコラも美味しそうです。素敵な MV ありがとうございます。発売がさらに楽しみになりました。これからツアー、ライブやイベントなどが控えていますが、お体に気をつけてお仕事頑張ってください。応援していますといただいてます。ありがとうございます。さらにリアンさんからいただいております。ゆうまくん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。ソルト&シュガーの MV 拝見しました。ソルトさんとシュガーくんの2人の内田祐馬が出てくる、とても贅沢な MV、 何度も繰り返し見てしまいました。今回の MV で私が注目したのは祐馬くんの表情です。性格の違う2人を同じ動きでも表情で違いを出しているところに、祐馬くんの演技力の凄さを改めて感じました。そして踊りでは、同じ踊りでも少し手の動かし方が違ったりと、2人を見比べるのも楽しめるなと思いました。ソルトさんとシュガーくんが2人並んで踊っていたり、シュガーくんがソルトさんの家にガトーショコラを持って行って2人で食べるなど、内田祐馬×内田祐馬の絡みはイコールサインのオープニングぶりのレアショットで嬉しかったです。2人をしっかり見るために、1回目はソルトさん、2回目はシュガーくんに注目してみたのですが、やっぱりどっちも好きとなりました。これからも何回も繰り返し MV を見返したいと思います。そしてソルト&シュガーを今度のライブツアーで聴けたら嬉しいです。これからもお体に気をつけて頑張ってくださいといただいてます。ありがとう。さらに、おはぎさんからいただきました。ゆうまくん、こんばんは。ソルト&シュガーの MV 拝聴しました。クールで守護的なソルトさんと、笑顔あふれるシュガーくんという2つのキャラを対比した MV で、とても新鮮でした。一見混ざり合わないように見える2人ですが、最後ガトーショコラを食べる動きがシンクロしているのがエモいなぁと感じました。新しい出会いを迎えるこの時期は、初めて会った相手をまだ理解できず、自分とは相性が合わないと思い込んでしまいがちですが、この曲はそんなことはないと伝えてくれている気がします。不安な気持ちよりも、これからいろんな価値観の人に出会えるという期待を膨らませて4月を迎えたいと思います。今回の MV は今までにない形でしたが、2人を演じてみてどうでしたか？撮影時のエピソード等をいただけると幸いです、というふうにいただいております。ありがとうございます。というわけでソルト&シュガー公開されまして、今回はソルトとシュガー2人のね、存在になってですね、それを演じながら、まあ MV を作っていくという
形だったんですけども、まあ、あの1日ね部屋での収録っていうこともあったんで、あの同じスタジオさんでですね、あの丸1日、まあ、朝からねこもって撮っていたわけなんですが、まあ、やっぱ、まあ、部屋の中なんでね、あの例えばこう今までだとねニューワールドとかでねだとね、こう工場のとこ行ったりとか、まあ、レインボーね外出たりとか結構広いところで撮るっていう収録が多かったんですけど、今までの中で一番こうあのキュッとね、はい、同じシチュエーションで撮るっていう感じだったので、もうねみんながの人がねみんなあのもうこう部屋の中でねめちゃくちゃたくさんのスタッフさんがいてね作ってたんですけど、でもやっぱこうセットチェンジ自体はめちゃくちゃやっぱりしなきゃいけない、やっぱソルトとシガーの部屋の雰囲気をまるっと変えたいから、こういっぱいいっぱいねセットチェンジをしなきゃいけないっていう感じでね、それがねやっぱ大変なわけですよ。だいたいね、どれぐらいなのかな、結構ね広い、今ねうちのこの文化放送、うちとか言ったけど文化放送のブースと、まあ、ここ今撮ってるブースとで向こうにねエンジニアさんたちがいらっしゃるところっていうのがあるんだけど、そこを合わせてで2倍ぐらいにした広さのスタジオ、どれぐらいやねんって話なんだけど、何畳か分かんない、なんかねとりあえずあんまり大きくはないっていうぐらいのね、まあもちろんハウススタジオさんなんで、それぐらいのサイズ感のところをもうね何回もやっぱセットチェンジするのにね、やっぱ控え室もあんまりもう広くない、本当にね本当おうちぐらいのサイズ感のところだったんで、洗面台とかがねあるところの部屋を控え室にして、もう扉閉めて、まあ、着替えとか全部してでバターンってソルト割ってバーンシュガー出ると、もう部屋の半分がソルトで半分がシュガーになってるわけで、なんかもうすごい、なんかもう扉を開け閉めするたびになんか景色変わってんなって思いながらさ、すごいね、いやこの出口じゃないなっつっていやマジでねすごかったですよ。それがだからもうねめちゃくちゃ手際のいい本当にねスタッフさんたちだったので、それに助けられながらね、収録をねしておりました。うん、まあなんかソルトとシュガーは全然ね性格も違う人たちだったんで、まあ表情とかもなんとなくこうまあ変わっていったんじゃないかなというふうには思います。まあなんかどっちかっていうとね背筋が伸びてる表がソルトで、まあ、割となんかあんまあんまそういうの気にしないでこう自由にやるのがマシュガーみたいな、そんな印象でねやってたんですけども、違いをねなんか皆さんがこうやって見つけていただいて、あ結構変わってたなって思ってもらえてたらねすごく嬉しいなと思います。まあ最終的にはね2人がね一緒になってね同じご飯を食べるっていうね、なんかねそこでこう通じ合うっていうかね、ご飯を食べるとかっていうのはね、共有して全然違う2人でも同じものをね同じ事柄を通してね、なんかこう友達になったりできるっていう、なんかそんなねメッセージをね込めましたけども、いかがでしょうか。まあソルト&シュガーね TikTok の方とかでも踊りチャレンジみたいなの実はやってたりして、上げてくださってる方いらっしゃってですね、私も拝見してるんですけども、ぜひ一緒に踊ってほしい楽曲なんで、ぜひ皆さんね TikTok の方を見て踊ってみてくださいね。こうねシューッつってハイタッチして、あと塩かけるから塩と砂糖ねかけるフリはねMV の方ではあるんですけど、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします。さあ続きましてはこちらですよ、コロネさんからいただきました、ありがとうございます。ゆうまくん、スタッフの皆さんこんばんは。ゆうまくん、ルローニケンシン、篠森、青志役でのご出演おめでとうございます。ルロケン連載当初から読んでいて、青志が一番好きで、なんならジャンプ史上最強最高キャラだと思っているので、 CV 内田ゆうまと聞いて驚きと喜びでいっぱいでした。いやでも昔から好きで思い入れもすごいので、ゆうまくんだからといって甘やかしてはいけないぞと思い心してアニメ PV を拝見させていただきましたが、これはもう完全に青志様でした。令和の時代にまた青志様の活躍が見れるんだと本当に感無量です。演じる上で心がけたことやオーディションやアフレコでのエピソードとありましたらお聞かせいただければ幸いです。7月からの放送楽しみにしております。鬼屋番衆の方ですか甘やかしてはいけない、いや甘やか青志様いや本当にね、いやすごいですよね、なんというか、はい、まあ、発表をねさせていただきましてね、
いやでも世代、あの僕らの多分世代だとちょっと上の世代なんですよね、流浪に剣心って。多分アニメとかその昔ねやってた頃は、まあ多分僕ら本当に 幼稚園とかそれぐらいだったんですかね。で多分連載をしてたのは多分もっと前だし、幼稚園とそれぐらいが幼稚園ぐらいですかね。そうだからね、リアルタイムで僕はね読んだことがあったわけじゃなかったんですけど、だからね、そう大人になってから読んだっていうね。だからねすごい改めてこれあのルロケンが決まって発表されてから、やっぱりそのこうやっぱ当時ルロケンがやっぱ好きだったですって言ってくださる方もすごい周りにも多くてですね、結構かなり反響があった作品だなっていう風にね思っております。ちゃんちゃんもそうでしょ、ちゃんちゃん世代だもんね。ルロケンごっこしてたの？そうなの？ガトツとかしてた。いやでもやりたくなるよねそりゃね、なんかね要素めちゃくちゃあるもんな。いやだからねアニメもね、アフレコの方も始まってはいるんですけど、いやちょっとどうやってねなっていくかっていうのはすごい楽しみなんで、いやいやウィズフレンズと、いやいやウィズフレンズなんですよ確かにね。気がついたらね知ってる人しか、知ってる人ばっかりだなって思いながら、ウィズフレンズ友達です、あ剣心と佐野友達なんですよって、いやいやいや言わんやろ青島みたいな。いやそうなんですよね。いやいやでも本当に世代近い世代で結構今ね、発表されてる方々は結構世代感はめっちゃ近いので、またこのね世代で一緒にね、がっつりねお芝居して作っていけるっていうのはすごい楽しいなっていうのと、楽しみだなっていうのもあるし、逆にねある意味こうそういう世代でねやるからこその、同じ世代でやるからこそのこうちょっと負けられないぞっていう気持ちとかもね、まああったりなかったりとかいうのねあると思うんで、まあ人によると思うんですけど、でもねなんか熱い現場だなっていうのはめちゃくちゃ感じているんで、ぜひとも7月からの放送お楽しみに、よろしくお願いします。さあそして続きましてはズミーさんからいただきました。ゆうまくんスタッフの皆さんこんばんは。先日東京ビッグサイトで開催されたアニメジャパン2023の初日に参加し、ミックス名声ストーリー2度目の夏空の向こうへスペシャルステージを観覧させていただきました。当日は東馬役の梶さん、乙女役の真彩さんも登壇され、立花家の3兄弟が揃いましたね。特に私が印象に残っているのは、打ち合わせ時に梶さんと全く別の台本を優馬くんと真彩さんが確認していたといううっかりエピソードです。お二人は作中でも実の兄弟ですが、内田兄弟のマイペースさに会場も笑いに包まれていました。また企画として始球式が行われ、梶さんが実際にステージ上で球を投げて優馬くんがキャッチャーを務めるというリアル立花兄弟のバッテリーをお目にかかることができました。投げるのもキャッチするのも少し自信がなさそうなお二人でしたが、無事に始球式を成功させることができ、さすが立花兄弟、お二人とも非常にかっこよかったです。短い時間ではありましたが、ミックスの世界観を存分に味わい、4月からの放送が楽しみになるステージをありがとうございました。今年はミックスと共に駆け抜ける暑い夏になりそうですね。当日の裏話などがあればぜひお聞きしたいです。ゆうまくんも日々お忙しいかと思いますが、体調に気をつけてお過ごしくださいといただいております。ありがとうございます。ミックスのステージ、はい、トーマのねカジさんと、そして乙女役のね姉さんと出て、そしてティモンディさんがはいいらっしゃってる。そうミックスのね応援隊長をね、今回2期目のね応援隊長をしてくださっているということで、まあね野球人ですからやればできるってめちゃくちゃいいですよね。なんかいい言葉だなだなと思いながら、はい。で実際トーク、まあミックスね、4月から始まりますとか、こんなキャラですとか、まあそういう話をさせていただいたんですけど、その舞台上でまあ始球式をやりますみたいな、で梶さんが投げたボールを僕が取るっていうのを やったんですけど、何を隠そうズブの素人なので、僕ボール取るのめちゃくちゃ苦手なんですよね。めっちゃ怖いじゃないですか。投げるのもまあもちろん下手だし難しいんですけど、でももう取るのはよりそう落としたらどうしようとか言ってめちゃくちゃ不安で、で
まあお話スタッフさんに話して、あのカジさんと裏で一回練習をさせていただいてですね、会場がねビッグサイトは結構あの広いんで、練習する時も結構距離取ってでバッチリ投げてたんですけど、あのさすがにステージ上そんなにね横幅取れないのと、あといろんなものがあってあの椅子もあるしお客さんもいらっしゃるし、そうあと後ろにさライトあんのよいやいやこれさカジさんもさ多分投げんの怖いしさ、俺も取んの怖いしって取れなかったらどうしようみたいな、めちゃくちゃドキドキしながらね、あの始球式やったんですけど無事に、はい、カジさんナイスピッチングしてくださいましてね、なんとか取れてですね成功いたしましたと。いやー良かったですね、なんか幸先のいいスタートだななんて思いますけども、まあもう4年ぶりのミックスですから本当に久々なんですけど、全然収録現場はもう本当久々って感じ全然なくですね、本当になんかあったかい感じで進んでおります。ぜひですねミックス一期からね見ていただくとより楽しいかなと思いますんで、ぜひともね一期のね方も見ていただいて、そしてですね2期4月もうすぐ始まりますけども、ぜひですね楽しんでいただけますと嬉しいです、ぜひともミックスよろしくお願いします。さあ続きましてはこちら、桜日和さんからいただきました。ゆうまくんスタッフの皆さんこんばんは、いつも楽しい放送ありがとうございます。3月25、26に行われたアニメジャパン2023お疲れ様でした。両日会場に行きました。当選したステージは客席で見て、落選したステージは配信で見たのですが、内田ゆうま初心者の私は生のゆうまくんに本物だと感動していました。会場では頑張るうまくんをつけている方をたくさん見かけて、内田ゆうまがたくさんとワクワクしました。ステージではトークを回すゆうまくんやお姉さんと一緒に立つ姿、神経衰弱がわからない姿などいろいろなゆうまくんを見ることができてとても楽しかったです。どのステージでもニコニコなゆうまくんがとても可愛くて見ていて幸せな気持ちになりました。1日目にはカラオケ大会でのサプライズ歌唱があったりもしましたが、アニメジャパンに2日間の中で特に印象に残っているエピソード裏話があれば教えていただきたいです。お体に気をつけて頑張ってください、これからも応援していますといただきました。ありがとうございます。そうですね、神経衰弱、そうカラオケね、カラオケのあのサプライズで歌唱させていただいてですね、あの1日目ですね、あのキングのブースでねカラオケ大会をやるっていうのをなんかお聞きしたんで、行けんのそれみたいなでちょうどねブースが近かったんでね、次のステージのね、そう、NBC さんのねブースで死神坊ちゃんのイベントの前だったんで、でも1時間以上前だったんでね、時間が被ってなかったんで、あいけるなこれはっつってことで、はい、参加させてもらってですね、東京都の内田雄馬東京都の内田雄馬さんとして参加してきました、ね。あの日はそうだから東京都の内田雄馬さんだから歌ってたのね。ね、そう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 、アーティストさんっていうかね、東京都内田雄馬さんです。でね、まあ、今回のその歌は、まあ、うちのそのアーティストさんの中で、まあ、タイアップになってる楽曲の中から、まあ、やっぱ皆さん歌われてたって話で、まあ、僕もその中からね、じゃあ好きな曲を選んでちょっと歌おうかなということで、マモさんのねカノンを歌わせていただいたんですけど、いやーすごい、なんか僕がちょうどだ養成所まだ通ってた頃とかにめちゃくちゃ聴いてた曲だったので、なんかねすごいねめっちゃ好きな曲だったんで、これを歌いたいですってって言って、そうカラオケしてきました。まあでもアニメジャパンではね、でも一番の思い出は何だろう、僕家帰って歩数調べたんですよ。歩数調べたら1万2000歩ぐらい歩いてて、いやアニメジャパンってダイエットになるなって思った。あの中をそうぐるぐるさ、やっぱいろんなさステージ行ったりとか、あとやっぱこうお手洗い行きますみたいな時もね距離遠いのよ。すんごい歩くのよ。だから着替えますとか、もうねメイク行きますとかね、移動めちゃくちゃね、やっぱ会場がねめっちゃ広いんでね、
そうそうそう、ステージがねありがたいことに何ステージかあるとこうあっち行ったりこっち行ったりとかするんで、いやアニメジャパン、アニメジャパンダイエットできるなって思いましたね。でも皆さんね、お客さん回られた方々はみんな多分それぐらい歩いてるんじゃないかなと思うんで、ね、たくさんの人がいる中ね遊びに来てくださって本当にありがとうございますね。たくさんのね作品触れていただいてね、またね来年とかもあんのかな、うーんあったらね、いっぱいいっぱい楽しんでほしいところでございます。さあというわけで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続きリスナー皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。宛先はyuma@joqr.net です。それではここで一曲おかけしましょう。先週行ったツイッター投票企画で選ばれた楽曲かけたいと思います。武道館ライブのアンケート企画はこちらで終わりますが、ツイッター上ではソルト&シュガーのオフショット2択アンケートが展開中です。こちらもぜひ回答してみてください。よろしくお願いいたします。オフショット2択アンケート、どんなもん出てくるんでしょうね。さあそれではお聞きください。4月12日水曜日発売の武道館ライブブルーレイ &DVD より内田雄馬でコングラッツヨーワールドオールドライブバージョン。さあみんなの声届いています。心のパワー届いています。みんなのエンジョイを僕らにください。集まったきらめく光、今輝けここまでの道のりは山あり谷ありよね。憧れだけじゃ大渋滞、やっと見つけた It's my way。 当たり前に意識し合って競って、並べて比べて時に悔しくて、互いの背中を追ってかけた前の way Go my way。 共有してきた時間は新生活鮮明で言葉では低い場もそれぞれの声で、この出会いコンガー僕たちにコンガー染めてどう、今には今日は希望高く fly away 地面をコンガー一緒ならコンガーその未来を祝して叫ぼうコンガー。内田雄馬ハートヒートハップ、さあお送りしてきました内田雄馬ハートヒートホップ、今夜もそろそろ日を消すお時間になってしまいましたが、もうすぐ発売ということで今日はエンディングソルト&シュガーでお送りしております。よろしくお願いしますよ。さあ番組ではリスナーのあなたからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送内田雄馬ハートヒートホップまで、メールの場合はすべて小文字で yuma@joqr.net yuma@joqr.net、 yuma の綴りは yuma です。メールを読まれた方の中から毎週1名様にはハートヒートホップのステッカーをお送りしますので、必ず住所氏名や郵便番号も明記の上お便りを送ってください。この番組は文化放送地上波で毎週土曜日24時30分から音声でお届けし、超 A&G プラスでは毎週日曜日23時から動画で一部コーナーを変えてお届けしているので、どちらもお楽しみください。また放送後の月曜18時に内田雄馬オフィシャル YouTube に番組の音声アーカイブをアップしますので、ぜひチェックしてください。さらにこの番組、番組公式 Twitter もございます。放送終了後に僕の写真がアップされますので、こちらもフォローお願いします。最後に内田雄馬からのお知らせです。4月12日に11枚目のシングルソルト&シュガーが発売決定。こちらはテレビアニメザ・マージナルサービスエンディングテーマです。また4月12日武道館ライブブルーレイ&DVD も発売決定しました。
続いてユーマ内田ライブツアー2023キーピンステップウィズですが、5月14日の新潟公演を皮切りに愛知、宮城、兵庫、広島をめぐり、ファイナルは6月24日25日の千葉幕張メッセイベントホールで開催となります。参加される方はお楽しみに。そして4月から出演する作品情報です。オーパスカラーズ山梨和也役、ザ・マージナルサービスラバースーツ役、デッドマウントデスプレイ来るや匠役、異世界ワンタンキル姉さん姉同伴の異世界生活始めましたジークフリート役、ミックス橘総一郎役、東京ミューミューニュー青山雅也役、ちいかわラッコ役で出演しております。他にももろもろ出演しておりますのでチェックの方よろしくお願いします。さあそして今日のステッカー当選者は、じゃあこの方、おいしょ、桜日和さんです。ありがとうございます。ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。もうあっという間ですけども、ソルト&シュガー発売でございますよ。いやーでもみんなソルト&シュガーで友達になってほしいな、ね、周りのに新しいね内田優馬見つけてください。皆さんよろしくお願いします。さあ来週の野球内では4月12日リリースのニューシングルより3曲目のカップリング、風でありたいを発音エアです。お楽しみに。それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は内田優馬でした。次回もハートヒートハッピー、新しい味見つけよう。内田優馬ハートヒートハップ、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。